皆さんこんにちは。こんにちは。今まで赤トプバアイスをいくつか紹介してきたけど、今日は最後の味なのだ。クッキー&クリームって書いてあるわね。名前の通り、砕いたクッキーが入ってるアイスクリームだね。これは1リットルサイズで値段は398円なのだ。体積は1リットルで重さは 485g って書いてあるわね。半の水や飲み物は1リットル 1kg ってイメージだから、空気を含んだアイスを持つと軽いって感じるね。この青い入れ物も見慣れたものね。仲間って感じがするね。今日は強引に引きちぎりに行かないのね。邪魔になるなら後でハサミでちょん切っちゃおう。アイスの中にある粒がクッキーね。説明書きを見るとここはクッキーなんだって。いつものように銀色の器に取っていくのだ。そういえばコメントでこの食器はどこで買えるのってあったけど、そもそもこれは何なの？アマゾンで買ったキャンプ用のステンレスの食器セットだね。軽くて落としても壊れないから気に入って使ってるのだ。同じサイズだときちっと重なるんだけど、洗って乾かすとき重なってて乾いてないってことがあるから注意なのだ。見た目はバニラ味にクッキーが混ざってる感じね。じゃあ食べていこう。クッキーなら歯に詰まって取れないってことはなさそうね。ではいただきます。はい、どうぞ。うわ、なにこれ、すげーうめーのだ。え、そんなに美味しいの？バニラ味のアイスにバランスよくクッキーが入っていて、いいアクセントになってるね。キャラメル味ほど甘くはならないから、食感だけプラスしたいって人はこれがいいかな。バニラ味とも違うし、よくできたアイスだね。評価は星5。でも赤トプバアイスのバニラが苦手って人には合わないと思うよ。これで赤トプバアイスは全種類食べたのかしら？そうだね、全種類なのだ。どれにも良さはあるから好きな味が見つかるんじゃないかな。あなたのお気に入りはやっぱりバニラ味かしら？最初に食べた驚きってのもあるけど、バニラは2番目かな。じゃあ1番は？ストロベリー味だね。いちごの果肉とアイスの甘さのバランスが良かったね。じゃあ今日はこのあたりにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。